今日3月11日で死者行方不明者合わせて2万人を超える戦後最大の災害、東日本大震災から10年となりました。震災を風化させてはいけない、祈りに包まれた静岡の今日1日を振り返ります。名もなく東日本大震災が発生いたしました。午後2時46分になります。生きてなんぼだから、亡くなった分の人のためにも自分たちが明るく強く生きていかなきゃないじゃない。毎年この場所に立たせていただきます。はい、ありがとうございます。東日本大震災から今日で10年。3月11日は忘れられない、絶対に忘れてはいけない日です。あの激しい揺れを経験したサッカー選手が静岡にいます。 J3 アスルクラロ沼津のキャプテン、菅井拓也選手です。宮城県仙台市出身の菅井選手は大学1年生の時、震災に見舞われました。自身は無事でしたが、あの大津波で父親の勝美さんを失いました。すぐ帰ってくるだろうっていう、軽い気持ちじゃないですけど、ちょっと思っていまして、まあ、なかなか連絡も取れなくて、心の中では、覚悟はしていましたし、目で見て、感じて、急に起こった出来事で、なかなかこれが本当に現実なのかっていう、サッカーを大学まで続けるにあたっては背中を押してくれるような、父であったので、まだまだその現状に、満足せず、もっとやれと思ってると思います。あれから10年、ふるさとから遠く離れた沼津の地で今日もボールを蹴り続けます。J の舞台で活躍することで、亡き父へ恩返しするために。南海トラフ巨大地震、そして大津波の危機と常に向き合う静岡県。 JR 東海が今日行った避難訓練も、津波からどう逃げるかがテーマです。津波の危険があることから、左側のドアをすべて開けて徒歩での避難をお願いいたします。乗務員には訓練のシナリオは伝えず、現場の判断で乗客を誘導しました。静岡県というところなので、当然のことながら津波というのは常に意識しなければいけないことだと考えております。乗務員にですね、常日頃から津波に遭うかもしれないという危機感をいかに高めさせるかということが課題だと考えております。